ラジオ沖縄ホットキャスティング赤川ラ長兵のグブリーサビラ放送六百六十三回目の今日は九月の六日沖縄久米旧暦では七月の十九日ニヌヒエビニャもうほら口調がすでに上がってるのをちょっと受け継ぎ、ね、してますね、はい、実はですね千九百六十年昭和三十五年にラジオ沖縄が 開局をしたそうでですすねそこでねちょっとあのそのの年何があっっったたかなててちょと調べまし世界的な出来事で言うとアフリカがねどんどん独立したと国がね17か国が独立したのでアフリカの都市と呼ばれてたそうですで有名人が生まれてます源天皇様金城天皇ね令和天皇が生まれてますそしてローマオリンピックもあったそうですね 恐ろしいことも起こった。わさチリで地震が起こって、太平洋をはるかに横断して、大変な津波が起こった。そうです。この年流行ったもの。くねさん、これわかるかな。真っ黒してる、あの風船見てるのでは、だっこちゃん。だっこちゃんまだ。だっこんが販売して。そしてね。今で持ってるよ。コールミントがもう。南極の涼しさって。今で持ってるよ。クレラップ。クレラップ。成長しましたね。そして。 はハイライトと、ハハイイイラトこれまで言うと日産セドリックが発売されたそうですよ。でカラーテレビの本放送が開始されたそうです。へえ。野球好きな人のために神奈川県の法政二校が初優勝したそうですね夏の甲子園で。で面白いのはこの年からね今白いヘルメットをかぶってるでしょ打者ヘルメット。これが義務化されたそうです。そうですか高校野球安全を はい、入りのはね,ね日本レコード大賞は松尾和子と和田寛とマヒナスターズの歌で誰よりも君を愛すだったそうですねど曲でしょう新人賞はいたこのいたの橋幸夫でしたこちらの方が、はい、覚えてるかなこの年のテレビでね「金高薫世界の旅」っていうのが始まってるそうねう分かんないですねお母さんと一緒も始まってるんだそのなんでたねそして、はい ハリマオハリマオというのを交わったということでしたじゃあ沖縄どうだったのかといいますとね沖縄県諸国復帰協議会が設立されたそうです1960年からなんですねそしてねこの子の人口が88万3122人だそうですね今の3分の2ぐらいですかねでアイゼンハワー大統領が沖縄に来ました我々と関係あることでいうとね全流の小学校に給食が実施されましたうしいそれから 普天間に初めてのボーリング場が開業したそうです普天、はい、間からだったんですね初続きをうん、うん、今度はゴルフ場おおゴルフ場ゴルフだったそうですねおでインスタントラーメンとかコーヒーとかカレーが流行っていたということだそうですね <laughs> これが1960年のことでした <laughs>、はい、そして、えー、7月の1日に全国で43番目 <laughs>、はい、沖縄弁2番目となる放送局として泉崎に開局を ししまた。あのね泉崎になった時はね粒川だから近いからさ入り口にはウォータークーラーっていうのがあの時は中遠くさんばりしゅさんに怒れながらしょっちゅう飲みに行ってという思い出があったりしますねところでね今は864ラジオ大きいなはでしょこれ実は前783だったんですよ調べてみたらね意外と新しかったんだね平成10年だって 衛星あいえ、うんね、水色機でも変わったそうですよ。八六四ラジオ沖縄になったそうですね。そ,はい、それでは次のコーナーです。沖縄のなんだ<あ>比較的ここラジオ沖縄の話を続けていこうかなと思うんですけどもね。のあのね面白いのがさ、はい、番組のオープニングが変わった番組があったんですよ。それでね。 年齢がだいたい分かってくるんですか歌ってみようねポップスエンド歌謡曲シャープとともにってあった最初の頃さ。シャープ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 やっぱり聴いたことありますねシャープでみよう歌だったのねこれがね途中で変わったんですよいきなりそっちの方が古いんですね人は何をしたいのだろう今ときめきののから 新しい方を知らないってなんでだろこれがね十時からやった番組だったはい。シャープとともにだから定義長かったわけこれ調べてみたらね1964年の2月1日から始まってるわけだいぶ前ですね2005年までって言うから相当長かったのねうん。はい。だからこのシャープとともには結構ラジオを聴いてる世代だったらシャープとともに知ってますやっぱそれを知ってました はい、そして今でも続いている番組としてね、うん、1964年7月18日、はい、開局してからしばらくしてすぐやったんでね「はい、民謡の花束」っていうのが始まったそうですね今でもやってますけどもじかさあしが,、ね、が2005年の4月から長民も参加年、はい、足踏きらさ土曜日ということで<れ>、えー、荒木さゆりさんと一緒にやっておりました。あ でね実はね結構あの小さい時は七病院に行ってた奥さんいわてよ出たらラジオをよく聞こえたのね子供心によく聴いてた曲があるのねそのうちの一つがさお天気ミュージカル覚えてるなと覚えてますよ聞いたら5年ぐらい前まで出ってたらしいんだけどねこれ晴れ曇り嵐そして雨の日の歌があったのよ。 え、うん、そうですか晴れはねあ,っあの晴れた時は晴れた空を見てごらんだとはいはい覚えてますね、うん、聞くと米の時は曇った空に曇った空にって言ねはいこれも覚えてます雨の歌が今一い分からない覚えてない奥さん雨 ね、嵐はね最初だけ嵐を遠くへ行ってくれっていう曲だったんですね<ー>これ番組よには番組ライダに挟まってる天気応援のための曲だったと思うんだけどね, <laughs> ねそれ非常にあの思い出があったりしますねあとね、はい、あのラジオ沖縄だけでずっと流れていた曲があったらしいんだけどコマーシャルなんだけれどもさ、はい、マスカレ知ってるオリエン あれマスカラみんなマスったら塩のカレーだと思ってる大きなあるあるですね違うんだよ私は知ってますあれはね MARS でねマンゴーアップル調べたらよレーズンスパイスだったわけだねところがよところがよそうさっき言ったようにチラッと立ってたけど懐かしい懐かしいあのリズムでしょこれみんな覚えてるでしょ別バージョンがあったの分かる別バージョン どうでしょう。ぱっと出てこないですね。マンゴだよ。はあメロンだよ。太陽の味。マスカレージュ。ちょっと待って。聞いたことがありますよこれ。マンゴだよメロンだよ。メロンだよ。違うぞっ思った。はい。というわけで、そういったねあの非常にあのコマーシャル見てもね、ラジオってやっぱ耳から入ってくるから、あの何してようがね、低語化してようが、そう。で耳から入ってくるから、非常にあのいろんなね楽しい番組をたくさんお届けして。 いただきました。おいでも多いですね。その中でもね、自分と関係するのだけで申し訳ないんだけど、大峰正弘のふるさとさんこんにちはという番組がね、各地に出かけていってやってた番組があるんですよ。実はこの大宮さんが体調崩されて始まったのが実はこのグブリーサベラだったんですね。そうなんですか。はい。ということであの非常につながりがあったりします。そしてね、えっとね夜になるとね、夕方ぐらいにね、えっとね夕焼けラジオ七八さんあ昨日七さんだったな、七さんっていうのがあってね。 はい、その時に、えー、と4週間じゃないな1週間に1回交代でね、うんはい、4人交代で月交代の月になるさん、ええはい、初めて出たのラジオ。と、ねはいはい、いうことで以上にラジオ沖縄さんにはよ、はい、本当にいろんなもお世話になってる思い出があるんだけどね <laughs> 最後に長くなりそうだから最後に週間うな思うんだけどね、はい、残念ながら早くしてなくなったんだけどよど宝しげさんって覚えてる。高 あの人がまた非常にこの味のあるというかね独特な番組やっててよぶっちぎりつないつつってさあの中でよ今言ったら大変なフレーズがあるうさ「山トン中まるまる運動」というのを起こしておりました覚えている方は頭の中で思い出してくださいねというわけで「ラジオ沖縄」60周年おめでとうございますこれからもねローカルに徹するというのが所詮らしいよあそうだったんですねまさにその通りでねぜひ頑張っていただきたいなというふうに 思います。応援してやります。それでは次のコーナーです。一に運動二にメモリー。私が私であるためにメモリー。一に運動二にメモリー。あなたがあなたであるためにメモリー。One two smile。S。沖縄。 皆さん、はい、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうかはいありがとうございます人生100の時代をサポートメモリンがお届けする健康ワンポイントのコーナーです本日は食事と認知機能乳製品編をお届けいたします牛乳、ヨーグルト、チーズあの人によって取り入れ方は様々だと思われる乳製品え身近に手に入るものの中では栄養価の高い食品だと言われています 国立長寿医療センターは60歳以上の方を対象に食品摂取と認知機能の関連性について10年にわたる追跡データを調べましたすると乳製品をよく取る方は認知機能が低下しにくいことが分かりました乳製品はアレルギーなど体質などによって取ることが難しい方もいらっしゃるためすべての方にお勧めはできないんですが 体質上の問題がない方は毎日の食卓に上手に手に取り入れていくかと良いかもしれません以上メモリングをお届けする本日の健康情報でしたはいありがとうございます、はい 乳製品ってやっぱり牛乳かね。牛乳から作られたものが乳製品ですね。<ー>ビタミン類も豊富に入っているので。そうなんですね。ヨーグルトはどうですか?。ヨーグルトもその。うちの一つです。牛乳はあんまり飲みきれない奥さん。ああ、であれば、にゅ、もしヨーグルトできる、またチーズでも代用は可能ですので。うん あの沖縄で面白ってさヨーグルトと言えないもんだからヨーとかメイグルトとかあるでしょあれも一応乳製品に入るのかなあれも乳製品が一部入ってますけどただそれ以上には砂糖入ってますからねあのジュースがありないんですけど飲みすぎ注意ですあれははいありがとうございましたさてこのさんね今日ラジオキナの番組話したんだけれども6周年おめでとうございます何が印象にというか分かりました いいことありそうだった。いいことありそうウィークエンドは覚えてますね。いいことありそうウィークエンドあったよね。長くやってたんだなってのを教えていただきましたさっきもはい。でさあいいことありそうウィークエンド終わってからまた見ヨの頭になった。そうだったんですね。だからなんかやっぱり繋がりが強くてね。歴史を感じますね。本当いろいろとたくさん面白い番組があった奥さんね。本当に夕焼けあ俺がやった夕焼けラジオ八六四だな。七八三じゃねえな。八六四だったんですね。あのやってねなかなか面白かったしね。はい。 あのあれよ、あの小学院ってあるでしょ。小学院、小学院の番組あったりしたんだよ。小学院チャレンジはそしてね、学力実、人気のうちなあもんで言うとね、は高中名作劇場っていうのとね、マキシコ中さんの芝居をやるへえ、そういうのそしてね、覚えてるけどね、はい、あの風沙ともう一度劇場っていうのがあったね。昔は俺うちのあ芝居を流すわけをたくさん録音してよ。いい時代あったんですね。それをもう一回流しますっていうのが風沙ともう一度劇場っていうのだったね。 今でもやって、うんうん、いい番組だと思います、ね、そうそうそういうのがあったしね、はい、非常にあとね。 報報道道の言われてよよ非常に番組が強かったそうだったんですかこれなんていう曲なんかわかんないけど番組も分かれてたら60回やってたよニュース番組でよほんに「チャチャランチャチャランチャ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 」みたいな公共曲で始まる番組があってよ何て言うタイトルだったかな。 子供の頃とまた大人になってからだとまた聞く番組が違うよね。はい、で出版社にいたからもう夜中っていうのは当たり前だったわけよ。夜中一人で寂しいさね。はい、もうその時しょっちゅうラジ,ラジオかけてたわけさ。ラジオは夜のお供にぴったりなんですね。 毎日午前ぐらいまで仕事してたらねラジオからよ私家のお便りが入ってるわけさ西町の誰か分かんないけど一生懸命頑張ってる人に送ってくださいにあに来てたわけさう嬉しかったねあれはねこういう交流ができるのがラジオっていう誰かもわからない人から励ましが来たわけよもう一気に頑張りようという気になりましたねというわけでもう一回まとめましょうかラジオ祈願60周年おめでとうございます これからも頑張ってくださいね,本当ですねついでに長瓶も40年ですから忘れずに長瓶 <laughs> さんもおめでとうございますはい大丈夫な話したらいつまでも止まらなかったね,ま,ねまだ止まらないです、ね、というわけで、はい、番組のご案内や赤川の長瓶とメモリーの国吉アイビータンまた来週までご振りさびら、うん